学校法人関西学院関西学院,関西学院初等部関西学院初等部関西学院初等部は兵庫県宝塚市向川町にある私立小学校宝塚ファミリーランド跡地に位置する関西学院全体のスクールモットーであるマスタリーーサービスに従いキリスト教に基づいた全人教育を行うことを掲げる教育目標には意思、上層、知性の3つの点を踏まえた が定められている。通常のカリキュラムの他に、初等部独自の取り組みとして、感覚タイム70と呼ばれる特別な学習時間を設けている。感覚タイム70は、それぞれ、心の時間、風の時間、光の時間、力の時間と名付けられた4つの活動に分けられ、日々の時間割に配置されている。心の時間では、礼拝を通して宗教心を養うこと、 風の時間では読み聞きで表現力を強化すること、光の時間では英語や異文化学習によって国際理解を深めること、力の時間では分析力、推理力を身につけることが狙いとされる。また、総合的な学習の時間は英語や国際理解の学習を中心として進められており、6年生は5月に学習の集大成としてカナダでのホームステイを通して、 異文化体験や現地の児童との交流などを行う、関西学院全体の遠隔は、学校法人関西学院を参照のこと、ありがとうございます。